はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。AT ブログです。私たちは豊田市に来てます。初めてだと思います。だから今日はいろんなトヨタにあるスポットをちょっと見たいと思います。まずは腹ペコペコです。お腹減ったよ、マジで。そう、だからまずは食べたいと思います。行きましょう。着きましたよ。うまい屋です。以前も一回来ましたね、動画で。ドイツのパン屋に行く途中にここで止めて、ここで食べました。懐かしいね。そう、というわけで、うまい屋にそばを食べに行きます。おいしいそばを食べましょう。お昼時だからやっぱ混んでたね。やっぱ混んでる。はい、めちゃめちゃでかい五平餅がここのお店の特徴。味がめちゃめちゃ濃い。うまいよ。焦げもついてる。食感もいいし、めちゃめちゃ美味しい。来ましたよ、レナさん。2段したの？それ注文してないけど、特に。2段2段が来ることは知らなかった。多くない？多すぎる。めっちゃ多いよね。大丈夫？レナさんの胃袋化け物だもんね。のそんな化け物じゃないよ。いただきます。はい、食べました。お腹いっぱい。やっぱね、このうまい屋、うまいね。うまい屋はうまいね。名前についてるだけあるわ。マジで美味しいんで、豊田市来た時はね、皆さんぜひ山奥だけど寄ってみてください。はい、今から次のスポットに行きます。はい、というわけで富士のなんとかに着きました。読めますか、この漢字。読めない。かいなんとか、回廊。回廊。はい、で今ここパーキングして、この道を歩いてめっちゃ綺麗だなと思ったら、ここにまだあるよ。で、めっちゃ長いロードある。種類が違う。ここはホタルスポットだよ。小学校の子供嬉しいかな。嬉しくないと思うよ。ちっちゃい時からずっと見てるから、もう何の特別感もないと思うよ、ホタル。レナもだって馬がその辺に走っててもさ、何も特別感ないでしょ。家だからずっと家の周りで馬が走り回ってるのを見てるから、そういうことだよ。めっちゃ特別だよ。めちゃめちゃ綺麗だよ。いや、天気が暑すぎる。あ、でも次のスポットまであと、もう3時だよ。ちなみに私の新しい時計で時間を見ました。ノードグリーンの時計がもらいました。そうだね、これ2週間前届いて毎日つけて、もともとなんかの動画で、あの時計を探してて、名古屋に1回買いに行ったじゃん。あ、そう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 。私たちの結婚指輪に合うピンクゴールドの時計を買いたいなと思って、ちょうどね、おしゃれでシンプルな時計が提供してもらえたので、もうまさに欲しかった時計がありました。よかったよね。ノードグリーンという会社がエコフレンドリーなデンマークのなんかシンプルなデザインで有名な会社です。超かっこいいよね。この会社のすごいいいところが、 NGO 団体にも寄付して社会貢献もやってますと。さすがヨーロッパの会社だね。そうだよ。すごい大事だよ。そういうブランドイメージとか、ね、社会にちゃんと貢献している活動をするのは、はい、私はそこの方が気にしなくて、あのデザインがかっこいいならもう、まあそうだよね、嬉しいよ。最終的に身につけるかどうかはやっぱりデザインが大事だと思うんで、そういう意味でかなりシンプルで大人っぽくてかっこいいしね。ノードグリーンのデザイナー天才だなって。この時計の名前はちなみにネイティブで、あのいろいろカスタマイズができて、はいはい、私は選んだのがそのピンクゴールドのメタルで、あのこれが青っぽいネイビーな鍵盤だね。そうで、その鍵盤の色も選べれるし、すごいよね。あのベルトも選べれるし、これこの大きさも選べれる、選べれるから、それ自分にちょうどいい時計が選べれる。このネイティブのシンプルなデザインのなんかいいところが、何の服装でも合うし、確かに。もうだから本当に毎日楽しめてつけれる。で、私たちの視聴者限定に 15% オフのクーポンをいただきましたので、ぜひ皆さん使ってみてください。それかあのプレゼントにもめちゃめちゃいいよ。そうだね、気軽にプレゼントするっていう時もいいかもしれない。ベリーグッド。匂い嗅いでみた？嗅いだ。めちゃめちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい香りする。そんなにいい匂いすることは知らなかった。美味しい。美味しい。美味しい。バイオンなだね。美味しい。なんという。いい香りとかでしょ。美味しい美味しい。
うわちょっと展望台だねちょっと登る9999結構登るね。うわできるか。いやできるでしょ。チャレンジ、はい、チャレンジ。はい行ってきます。わっすごっ、もう疲れてきたやめよ早い、ここにサインがあったけど、あとどれぐらいかかるかわかりませんまだまだ階段あるよ。登ったり下ったり登ったり下ったり、ああ死ぬ。もうちょい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 、ああ着いた着いた着いた。目的見える。でもまだめっちゃ階段あるよ、やだ。この後は続く。怖っ着いた。景色はどうですか、ね、ワンダフル。そう本当に、うん、いい感じ、だけど30分歩くのここまでここまで来るのがすごい大変なので戻りたくない。戻りたくない。ここでなんか誰かここからここに住んでますね。あそうこれからしましょう、はい、ヘリコプター欲しい。あヘリコプターがいいな、ね、ヘリコプターが欲しいな、うん、どうだった、もう疲れた疲れた疲れた。それじゃあもう一度やるの？やだもう今日はもうアウトだよ。ソフトクリームを食べたい、はい、今日の最後のスポットで松平郷に来てます。おめちゃめちゃ雰囲気良くない？すごい観光案内所展望台あるってよ。いや、展望台は今日もいいよ。俺まだ行ってないから元気だよ。どうぞどうぞ。帰る。どっかに帰るがいる。え？この辺から聞こえるね。え？この辺から聞こえるよ。何をやってるの？あの、犬じゃないよ。カエルだよ。にゃお、にゃおみゃおじゃないよ。おい、カエルさん。怖い怖い。声出さなくなっちゃった。はい、上まで登って光月院。願いを込めて鐘を鳴らしてくださいって書いてある。鳴らしたい。願い事をしてゴーンって鳴らせばいいんじゃない？オッケー。鳴らし方わかるかな？こうしてこうじゃないの？願い込めた。はい。ということで松平も見終わりました。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。